こんにちは、にぎょでーす。今回は、愛媛ですね。愛媛の糸より食べてまいりまーす。今日はね、珍しくね、愛媛からね、糸より入りました。大体ね、大分のやつか、まあ長崎あたりが多いんですけど、愛媛はね、結構珍しいですね。まあ、あくまで船橋市場に来るのが珍しいってだけだとは思うんですけれども、まあ、今週は結構しけだったみたいなんで、そうすると結構ね、いつもと違った魚が入って、またそれはそれで面白いですね。まあ、魚がね、いないかもっていうね、ドキドキ感は結構ありますけどね。お目当てのね、魚が買えなかったらどうしようとか、そういうのはやっぱありますけどね。しけてて、魚が少ないと。あとはまあ値段が上がっちゃうみたいなのもありますしね。内臓脂肪、すごいですね。まあ白身魚で要注意なのは内臓脂肪がまあすごいでも身の方にね油全然乗ってないっていうパターンも結構多いんで、まあカワハギとかもまあ肝ですけど、そうですね、そうですね、よいしょ、それなんでよいしょ、ものによっては内臓脂肪もねうまく使ってあげた方が美味しくなりますね。まあ、先日のヤガラなんかは内臓脂肪を使ってちょっとやりましたね。ほぼじゃなかった。糸よりでした。